西根関の上関、下関の略地図。地勢図と比較すると、ほぼ東高線に沿って流れているのがわかる。西根関は、福島市北部から伊達郡氷町、伊達郡国見町を経て、伊達市に至る農業用水路。江戸時代初期に掘作され、福島盆地北部の高地面積を飛躍的に拡大し、2008年現在も維持管理されている。 下関と上関の二つの水路がある。灌外面積は約1400ヘクタール。2008年現在は福島市飯坂地区で阿武熊川支流のすり上川から取水する。1618年に完成した下関は、氷を経て徳江村までの約13キロメートル。工事期間は1年であった。当時の16村を潤した。 1633年に完成した上席は、氷上、藤田を経て五住宅までの約2 8トルの用水路となる。工事期間は8年であった。岩盤を掘削したりする南工事で約2 8トルの水路で、標高差がわずか5 0ルという高い水準で設計された。貸し段丘に沿って水路が作られたが、特に氷町から国見町にかけては、 周囲の地形との錯覚から山荘を水が逆流して登っていくように見える。当時の二十九村を潤した。福島盆地北部の阿武熊川西岸は西根里と呼ばれ、阿武熊川の氾濫源や貸し岸球などの広い土地があった。工作を期待できる豊かな土壌ではあったが、現代のような用水ポンプもなく十分考えできないことが問題だった。西根関は この西根里を潤すために作られた。江戸時代前期、伊達軍と篠武軍は、上杉氏米沢藩領だった。上杉氏は、合図120万国から、関ヶ原の戦い後に、米沢、福島30万国に減報され、多くの藩士を抱えたままで、財政は逼迫していた。1618年、大肝入りの佐藤新右衛門が関の改作を藩に、 根性するが、財政逼迫の折、藩からは資金を出さないという条件で、改策の許可を得る。佐藤新江門は資材を投じて西根石した関を、改作した。この石は、湯野村の発見ですり上側から取水し、徳江村で阿武熊側に注ぐ。工事人足は、流路の村村から徴用したが、強制労働的なものではなく、給金を支払って雇用したため、 村々の住人もこぞって協力したという。1624年、新立地方を預かる福島奉行の古川全米が、藩の許可を得て、資材を投じて西根石城石の改作に着工。下関で実績のある佐藤新江門を転役とした。下関の取水口である八景よりも上流の穴原で取水し、岩盤を外からくり抜いて豊を通す。 トンネルを掘ったりするなど、難工事であった。また、28キロメートルもの距離を正確な高低差で、水路を引くため、各地で松明を燃やし、忍山から、松明の方位や標高を測量したという逸話も、伝承されている。1633年に完成した。その後、古川全米は藩へ収める年貢を横領して、上石の公費に充てたがあり、質問を受けに、 米沢に向かう途中、庭坂で滑腹自殺したと一般的には微談的に伝承されている。しかし、この説には当時の情勢や死亡日前後の記録からして不自然な点が以前から指摘されていた。近年、佐藤新江門の子孫に伝えられた文書が発見され、当時、佐藤新江門は古川全部へと不仲であり暗殺を恐れていたなどの新事実が発見された。 西根関改策に関しては協力した二人であるが、地侍として、西根郷あるいは、伊達軍という地域からの視点を持つ佐藤新衛門と、あくまで、米沢藩主として、米沢藩、上杉氏の視点を持つ古川全米には、根本的に相入れない部分があり、そうした、意見の相違が、不仲の原因ではないかという説や陰謀説も、浮上している。被災は今もって不明である。 2008年現在、西根関は農林水産省の管理下にあり、伊達西根関と近い領区が管理にあたって、地域住民も参加した管理運用を行っている。また、浸食によって当時よりもすり込み側の川床が下がっているため、現在の取水口は開削当時よりも上流に付け替えている。1576年から1637年。 植杉氏米沢藩家臣福島奉行。品濃国さら品軍塩崎城主、小笠原黒左衛門重成の次男。植杉氏が合図に転望されたことにより、忍軍伊達軍の軍代となる。1573年から1637年。伊達群氷の地侍。軍役として、農民を支配。米沢藩は、忍ぶと伊達群の二群を、 忍後、西根里、東根里、小手里の四つに分け、それぞれに、村々の役人の見張りをする、大木も入りを置いた。この四人の大木も入りを四軍役と呼んだ。佐藤新衛門は、西根里の大木も入り。大木も入りには、喫水の藩主ではなく、地元の実力者を採用した。佐藤新衛門は、忍ぶ佐藤氏、佐藤元春の十八代の子孫。 ありがとうございます。